昔の生き物って、変な見た目のやつがたくさんいるわよね。確かに、変わった見た目の古代生物はたくさんいるよな。私は特に、タリーモンスターの妙奇キリンな姿が好きだぜ。タリーモンスター、名前からして普通じゃなさそうね。一体どんな生き物なの？それじゃあ今日は、タリーモンスターとは何者かについて語っていくぜ。早速だが、実はタリーモンスターという名前は、いわゆる愛称のようなものなんだ。え、そうなの？それじゃあ本当の名前は？正しくは、プリモンスプルム、という名前だぜ。発見者の名前にちなんで、タリーの怪物という意味だな。ここから、英語ではタリーモンスターと呼ばれることもあるって感じだ。名前を直訳したのが、そのままあだ名になってるのね。今回はわかりやすく、タリーモンスターって呼ぶことにするぜ。わかったわ。タリーモンスターは、約3億1100万年前から3億600万年前、石炭紀に生息していた。全長はだいたい10センチメートルくらいだが、最大約35センチメートルまで成長することもあったとされるぜ。最大35センチメートルか。A4 容姿か、それより少し大きいくらいかしら。とんでもなく奇妙な見た目だし、もし実際に目の前にいたら、結構存在感を感じそうね。ああ。だがもし当時にタイムトリップできたとしても、大会の中でタリーモンスターを見つけるのはちょっと大変かもな。そうなの？こんな変わった生き物、見逃す方が難しそうだけど。実は、タリーモンスターの生息地域はとても限られていたんだ。現在タリーモンスターの化石が見つかっているのは、アメリカイリノイ州の地層から産出する、メゾンクリーク生物群だけなんだぜ。地域限定のレアモンスターってわけね。そうなんだ。ちなみに、唯一の発見地であるイリノイ州は、タリーモンスターを州の化石に指定しているぜ。県の花、みたいな感じなのかしら。ある意味でイリノイ州の代表を務めているのね。ああ、イリノイ州でなら化石もそこそこの数見つかっているし、見た目が特徴的だからコアな人気だってあるしな。けど、化石はたくさん見つかる一方で、骨や殻、甲羅なんかの硬い器官は、持っていないんだ。硬い器官はないのに化石が残ったのね。化石を研究する側にとってはラッキーだわ。それにしたって、やっぱり変わった見た目よね。なんていうか、子供の落書きがそのまま生き物になったみたい。そうだな。こんな奇妙な生き物、現代どころかいつの時代にもいないぜ。ええ、とっても特徴的ね。体は平たくて細い柳の葉のような形で、体の後ろには上下にヒレを持っている。それに、前面に突き出した口も目立つよな。そうね、一番気になるのはそこかも。驚くほど長い口よね。ああ、この口には歯と顎のような構造を備えていて、この細長い糞の中央には消化管が通っていたんだ。タリーモンスターはこの口を動かして、そこにいる小さな生き物や、食べられそうなものを探していたと考えられているぜ。器用に使いこなしていたのね。あと、口だけじゃなくて目も体から離れているわよね。そうだな。目は胴体の前方3分の1あたりから、両側に眼蹄という棒状の器官が突き出していて、その先端に目があったんだ。知れば知るほど奇妙な生き物ね。この変わった姿から、古生代の怪物として昔から有名なんだぜ。しかも、この細長い形態、何かに似てるって思わないか？え、何かしら。ちょっとヘンテコすぎてわからないわ。なんと一部の未確認動物愛好家は、タリーモンスターを、ネッシーの正体として候補に挙げていたんだ。ネッシー？これまた大胆な案ね。けど、タリーモンスターって大きくても35センチメートルでしょ？ネッシーにしては小さいわよ。ああ、ネッシー説では、タリーモンスターが外洋で巨大化した子孫が、ネスコで生き延びたと言われているんだ。化石はイリノイ州でしか見つかっていないのに？そうだな。だから今では、この説は過去のものとなっているようだぜ。そもそも、タリーモンスターは姿が独特すぎて、メゾンクリーク生物群以外には適応できなくて絶滅した、なんて言われているしな。ああ、この形態が原因で絶滅しちゃったのね。似た姿の今の生き物がいない理由も、なんとなく察したわ。生き残るには不利だったのね。変わった生き物だらけだった太古だからこそ、存在できた生き物なのかもな。タリーモンスターって本当に変わってるけど、現代の生き物だとどんな生き物と近縁なのかしら？それが、実は現在でもはっきりとは分かっていないんだ。え、そうなの？ああ。タリーモンスターが最初に発見されたのは1955年だが、種や属がわからないどころか、どの門の生物なのかもわかっていなくて、タリーモンスターの分類に関する論争は現在まで60年近く続いているんだ。近い生き物すらわからないなんて、なかなかミステリアスで興味が湧くわ。
こういう分類できない化石はプログレマティカといって、実は、タリーモンスター以外にもいくつかいるんだぜ。へえ、面白そう。そのプログレマティカとされてる生き物、少し教えてちょうだい。了解だ。そうだな。例えば、マウソナイトという生き物がいるな。へえ、まるで菊みたいな見た目の化石ね。マウソナイトは、6億3500万年前から5億3900万年前、カンブリア紀に、生息していたとされているんだ。かなり初期の生き物なのね。それにしても、どんな生き物なのか想像もできない姿だわ。そうだよな。実際、いろんな推測はあるが、なかなか答えは分かっていないぜ。今のところ、藻類やクラゲ、ろ過接触動物、あるいは生き物ではなく、巣穴や微生物のコロニー、他の生き物の足跡など、いろんな説が出ているんだ。そもそも生き物じゃない可能性まであるのか？ああ。中には、マウソナイトの正体はデイ火山などの堆積物で、生物ではないとする主張もあったくらいだ。でも研究が進んで、ただの堆積物ではマウソナイトみたいな複雑さは、再現できないとわかったんだぜ。それじゃあやっぱり、ちゃんと生き物っぽいってことかしら。今後もっといろんな手がかりが見つかるといいわね。そうだな。さて、タリーモンスターの話に戻ろうか。は、そうだったわ。さすがにタリーモンスターは生き物で間違いないと思うけど、分類がわからないのは同じよね。そうだ。基本的には無脊椎動物、おそらくは古代の軟体動物や前虫、もしくは節足動物だろうと考えられてきたが、いずれの説も決定的な証拠に欠けているのが現状だ。何しろ、似た見た目の生き物がいないんだもの。苦戦しちゃうのも納得だわ。ところが2016年に、タリーモンスターは脊椎動物だった可能性が発表されたんだ。え、脊椎動物？ってことは、人間のご先祖様？こんな奇妙な生き物が祖先だったなんて、信じがたいわ。まあまあ、ちゃんと根拠もあるぜ。さっき、タリーモンスターの長い口には消化管が通っているって話しただろ？ええ、そうね。あの飛び出た口を機能させる大事な器官だわ。この消化管は、タリーモンスターの体の中心を通っているんだが、なんといくつかの化石では、その近くから脊索の特徴が見つかったんだ。ええ、脊索の特徴が？ってごめんなさい。驚いてみたけど、脊索って何かしら？脊索っていうのは、脊椎の元となる、神経を保護する器官のことだ。脊椎動物が誕生する過程でも、初期段階に現れる重要な器官なんだぜ。なるほどね。脊椎の一歩手前って感じかしら。確かにそれが見つかったってことは、脊椎動物説もありえない話じゃないのか。そうだろ？そこで、ヤツメウナギっていう原生生物の中でも原始的な脊椎動物と、タリーモンスターとを比較する研究が行われたんだ。へえ、これでタリーモンスターの正体がはっきりするわね。それで、結果はどうだったのよ？結果は、いろんな共通点が実際に見つかったぜ。まず、ヤツメウナギの歯はケラチンでできているんだが、タリーモンスターの歯も同じ成分でできていた可能性が高いことがわかった。それに、中には脳の輪郭がうっすら見えるタリーモンスターの化石もあったぜ。脳の輪郭？すごいことまでわかるのね。ああ、脳にも、脊椎動物の特徴が見て取れたようだ。他にも、胴体に開いたエラー穴という穴で匂いを嗅ぐことができるのも、タリーモンスターとヤツメウナギとの共通点だな。これ、結構説得力がある説じゃないかしら？もしこれが本当だとしたら、脊椎動物の起源にも関わる話になりそうね。そうだな。ところが、実はこの説には反論も存在するんだ。え、つまり、タリーモンスターは脊椎動物ではない、とする説だな。そんな、どうして反論が出てきたのかしら？それは、タリーモンスターのさらなる詳しい調査の結果だぜ。調査では、タリーモンスターの化石を、なんと153点も 3D レーザースキャナーで分析し、そのデータを収集したんだ。かなり大掛かりな調査ね。それで、脊椎動物じゃないっていうのはどんな情報が根拠になっているの？まず、タリーモンスターの頭部は、脊椎動物と大きく異なる特徴を持っていたぜ。タリーモンスターの頭部からは、分節構造という構造が見つかっているんだが、脊椎動物は普通、頭にははっきりとした分節構造を持たないんだ。けど、何事にも例外だってあるはずじゃない？脊椎動物説を否定する証拠は、まだあるぜ。ヤツメウナギにはヒレを支える構造があるんだが、タリーモンスターと同じ地層から産出した他の動物化石と比較した結果、タリーモンスターにはヒレを支える構造もなかったんだ。続々と出てくるわね。さらに、タリーモンスターの歯にも脊椎動物と違うところが見つかったんだ。え？さっき、ヤツメウナギの歯と似ているって言っていたのに？そう、確かに似ているんだ。一部の歯はな。一部の歯？ああ。X 線マイクロ CT でタリーモンスターの歯を撮影し、立体構造を分析したところ、タリーモンスターの歯には2種類あることが分かったんだ。
2種類の歯は、それぞれ傘型と基部隆起型と呼ばれていて、基部隆起型が、今回の調査で新たに判明したタイプだぜ。じゃあヤツメウナギの歯に似ていたのは、傘型の歯だけだったの？そうなんだ。傘型は下顎に、基部隆起型は上顎のみに生えているが、ヤツメウナギの歯に似ているのは傘型の歯のみで、基部隆起型の歯は、ヤツメウナギの仲間には見られないんだ。これだけ反証が出てきたら、タリーモンスター脊椎動物説も、怪しくなってきちゃうか。けど脊椎動物じゃないとしたら、一体どんな生き物に近いのかしら。タリーモンスターの正体はまだ謎のままではあるが、現在では脊椎動物以外の脊索動物である可能性が上がっているぜ。脊索動物って、聞き慣れない言葉ね。脊索は、脊椎の元となる器官っていうのは聞いたけど。そうだな。脊索動物とは、脊椎動物を含むより広い分類群のことで、まあ簡単に言うと、脊索を持つ動物はみんな脊索動物だ。そして、タリーモンスターは脊椎を持たない脊索動物とされている。ああ。脊椎動物以外の脊索動物としては、現代だとホヤやナメクジウオがいて、タリーモンスターはこういう脊索動物と近い存在なのかもしれないってことだ。脊索はあるのに脊椎はないなんて、変わった生き物ね。見た目はもちろん、分類や中身まで変わってるのが、タリーモンスターの面白さだぜ。ところで霊夢、タリーモンスターはどうしてこんな奇妙な姿になったと思う？え？理由なんてないんじゃない？たまたまこういう形になったとか、神様のいたずらってやつよね。理由はない、か。なかなか面白い答えだな。だってあんまりにも変わってるもの。じゃあ少し質問を変えるか。タリーモンスターは、どうやって進化したと思う？それは、わからないわ。だってタリーモンスターの分類すらよくわかってないじゃない。それじゃあ、タリーモンスターは、本当に進化によって生まれたと思うか？何？スピリチュアルな話？わからないけど、生き物である以上は何かから進化して生まれたはずよ。多分、そうだよな。すまん、ちょっとからかってみたんだ。実は、このタリーモンスターの奇妙さは、進化論に対する反論としても、挙げられることがあってな。何よもう？急に方針が変わったのかと思ったわ。でも、確かにこんなわけわからない生き物がいたら、進化論を疑いたくなる気持ちもわからなくはない。かも？そうだな。でも、タリーモンスターみたいな生き物が進化で生まれるのも、全然不思議な話じゃないんだ。例えば、タリーモンスターは目もかなり変わっているだろ？そうね。左右に飛び出してて、見えづらそうだわ。実はこういう目を持った生き物は、現代にも存在するんだ。その名も種目バエといって、中には、なんと片側の眼皮だけで体長を上回るものまでいるぜ。すごい姿だわ。眼皮って、そんなに便利な構造なの？日常生活で役に立つかはわからないが、種目バエのオス同士が戦うときは、この眼皮の長さを比べて競い合うんだ。変わった基準ね。長い方が有利なの？そうだ。しかも、メスの方も眼皮の長いオスを好む傾向があるらしい。眼皮が長いことが、種目バエ界でのイケメンの条件なのね。そう。その結果、必然的に眼皮が長いオスの方が交尾するチャンスが増え、だんだんと長い眼皮が進化していったと考えられているぜ。これと同じことが、タリーモンスターにも言えるかもしれないって話だ。タリーモンスターにとっても、眼皮は長い方が美形に映るのかしら？そうだったのかもしれないし、もしこの推測が違うとしても、左右に飛び出た目という特徴は、他の生き物でも進化している、という事実は変わらないぜ。一見変わっているけど、他にも例があるってことは、進化によって生み出された特徴と考えても不思議じゃないわけね。けどマリサ、タリーモンスターの口はどう説明するの？こんな口の生き物、さすがに見たことないわよ。口についても、似た構造を持った生き物はいるぜ。オパビニアという、古代生物がそうだ。あ、見たことあるわ。確かに口が伸びてる。だろ？まあ実は、オパビニアの構造は口ではなく付属歯が変化したものなんだがな。けど、外見的な形に限って言えば、どっちも似ているだろ？そうね。タリーモンスターぐらい変わった生き物でも、実は他の霊ってあるものなのね。ああ。環境に適応しようとすると、必然的に似通った形質が現れるんだろうな。タリーモンスターはヘンテコでよくわからない古代生物だけど、タリーモンスターなりの生存戦略があってこの姿になったのかもしれないわね。事実は小説よりきなりなんていうが、想像以上に奇妙で面白い生き物だっただろ？変わった生き物のこと、他にも知りたくなっちゃったわ。